よしろです俺ね思ったんですよヒカルさんが何で急死したのかって思ったんですけどその理由にねなんかコメントをキリンの考察系 YouTuber に人を不愉快にさせたからって言ってるけどみんなヒカルさん自体が不愉快でしょそのバリューをやる前からじゃないだってそうやってまあ容姿は多分そういうねそういう不愉快だって言ってる人よりはいいだろうし うん、用紙もそこそこいいしか、まあね、そう、そうコメントしてるやつよりはいいだろうし、陽キャと言われる分類に属まあ、高校時代は陽キャじゃないみたいに言われてるけど、でもその、なんつうんだろうな。だし、金持ちだしね。用紙も中の、中の、中みたいな。まあ、みんなよりはいいでしょ。そうやってね、光るしねってコメントしてるやつよりは用紙はいいだろうけど、うん、とか、だと思うんすよ。 で、その、活動前から不愉快だと思うんですよ。活動休止前から。それで、不愉快だからやめろっていう理由はなってないんですよ。だってみんな不愉快だから、アンチョだから、活動、そのバリをやる前から、光さんは不愉快じゃん、みんな。みんなだからそうやって言ってるんじゃん。でバリをしたから不愉快じゃなくて、もともとみんな不愉快って思ってるけど、その、それっぽい理由ができそうになったから、その、あれじゃないの、みんな叩いてるだけで。ね。 で難しいよね。うん、ひかるさん雑なさせてよ。ね。そう、なんつんだろうな。だから、休止って、やっぱ単純になんか、ほとぼりが冷めるまで待つっていうことだと思うんだよ。だって、YouTube 自体におすすめに出るのが嫌って言ってるけど、あなたが、そう、ひかるさんの動画にいちいち言って、アンチコメントを打ってるからおすすめに出ちゃうんですよっていう。あと、おすすめに出ない方法もあるからね。普通に。 えっと、もう一回で済むんですよ。多分ね、あの、ホーム、YouTube アプリのホームに行くんですよ。まず。で、ホームに行ったら、じゃあ、まあ、な,なんかちょ、そんなに見たくない YouTuber いるかな。いや、ジョブログにしとこう。やじゃあ、ジョブログがなー、何しよっかなー。誰、誰、なんか俺の嫌いそうな YouTuber いるかな。あんまりいないな。いいや、ちょっとよさこいバンキシュでいいや。で、興味なしってするんですよ。で、 動画が、まあ、興味なしってすると削除するんです俺、これ個人情報が出るから出さないけど。で、理由を教えてくださいって言うと、ね、このチャンネルに興味がないっていう項目が出るんですよ。っていうことは、これをホーム画面で操作した場合に、ヒカルさんの動画がホーム画面に出るまでやるじゃないですか。で、ヒカルさんのチャンネルに興味がないっていう項目を押せば出ないんですよね。そこちょいちょいってやっただけでもう、多分出ないと思うんですよ。関連動画に。 うん。出ないような仕組みになりやすくなるんですよ。それ何回もやることによって。そういうことはしないなって思って。だから、その、なんで芸能人、まあ、芸能人と比べるのはおかしいけど、休止するかっていうと、見たくなくても、ゲストとして出ちゃうじゃないですか。自粛するって、もうテレビでこの番組見たいのになんかこんなゲスト出てるよ、みたいな。見たくないゲストが出てるみたいな。強制的に半ば見られるけど、動画って、 視聴者にとって選ぶ自由があるし、選ぶ権利があるじゃないですか。あ、このコラボが嫌だなって思ったら見なきゃいい。でも、コラボっていうのもあるんですよね。それが恐ろしいこと。YouTube っていうのは一人でやっていくのに良さがあるから、コラボってあんま良くないんですよ、やっぱり。うん。だって、なんでその人を見てるかっていうと、その人以外の中の誰かが嫌いだからその人を見てるっていうのにも、まあ、その想像を膨らんでいけばそうなるじゃないですか。 だからコラボってすごい害悪なものだと思うんですよね。確かにやってる身としては多分楽しいですよ。それは。新しい刺激にもなるし。でも見てる側にとっては、まあ面白いって思う人もいるだろうけど、それの人が嫌いだからこの人を認めるのになんで嫌いな人を連れてくんねんっていうのにはなるじゃないですか。だからコラボってすごい害悪だよねっていう。ね。うん。でもね、やっぱね、ヒカルさんを叩く理由ってね、 ネタそ袖見でしかないんじゃないかなって思うけどね。うん。で、俺をみんなそんな叩かないじゃん。キモいとしか叩かないじゃん。やっぱね、その、ただカリスマカリスマって盲言言ってるだけだったら、その、やっぱり、なんつうんだろうな。うわ、変な人って悪いけど、確かにカリスマカリスマって自分で言ってるけどいや、数字も出てるわけだしね。うん、そう、1年やちょっとでチャンネル登録者260万人っていうすごいデータがあるわけじゃん。1年半くらいで。 すごいよね。おかしいよ、その数字は。まあ、今30万人減ってしまったけども。ね。うーん。俺はヒカルさんの信者だから、まあ見るよね、動画は、うん。で、そういうコメントを見るけど、なんかね、自分の意思、なぜヒカルさんが嫌いなのかっていう意見がないんだよ、みんなは。アンチしてる人って。誰かが、 本当にヒカルさんが嫌いな人が、ほ当とい嫌い、こいつ貶めてやりたいから、そうやって広めた活動に、自分の意志のない子供たちがね、あー、ヒカルって悪いやつなのーみたいな感じで、今アンチになってるわけじゃないですか、子供たち。ガキどもがバーバーバー,バー騒いでるのって。そうじゃないですか。自分の意志を持ってないじゃないですか。本当はヒカル、どうでもいいけど嫌いになっちゃってる自分がいるじゃないですか。うん。そうだと思うんですよね。うん。でも俺は、はじめ社長は俺あんま好きじゃないんですよ。 なんでかってやっぱりその、はじめ社長ってどんなユーチューバーかって言われると、やっぱベースがやっぱ結構商品紹介系だったりするんですよね。はじめ社長って意外にね、意外に商品紹介が多いんですよ。で、たまにやるネタ動画って呼ばれるかな、いたずら動画的な動画が、まあ、で、人気になったんだけど、 ネタ系ユーチューバーの割はキャラとしての面白さが全くないじゃないですか、はじめ社長って。まあ人間としての魅力があるからユーチューバーはすごい、まあわんさかわんさか、なんかね、すごい友好関係はいいんでしょうけど。まあ、人気だからっていう理由でなのかなって思うけど。なんか魅力があるんでしょうね。俺には全く感じないですけどね。うん。っていうとお、俺、後々はじめ社長と友好関係気づけなくなるな。悲しいな。 うん、素のこと喋ってるんですよ。ネット上で自分の本当に思ってることって言っちゃだめだけど、俺は言っちゃってる。言っちゃってる。てね、そのなんかコロチキの、言っちゃってるみたいな、なんかあのネタっぽいのを言おうとしてちょっと後悔しました。だからその、なんつんでしょうかね。うん。でも、アンチをするなとは言わないんですよ、やっぱり。アンチをするのも自由だけどね。でも、承認性の意見には俺もいいなって思ったけど、俺は承認性しないですけどね。なんでかって。 承認するほどコメントねえんだ、俺は。いやー、でもね、ヒカルさんを、なんか、理由っぽいのを作ってるだけなんで、単に嫌いでいいんですよ、皆さん。ね。いやもう、単純にヒカルさんが嫌いなんです。妬み、そねみでもいいから嫌いなんですって。理由をつけなくていいんですよ。嫌いなものは嫌いでいいと思うんですよ。その、ヒカルさんが嫌いな理由にバルがなんたらかんたらってつけてるからなんかアホらしくなるんですよ。単純に嫌い。それでいいと思うんですよね、俺は。 でバリューってお前、被害受けてねえじゃんって。なにそれと思うですよね。だから俺は、ひかるさんのアンチ、えー、本当はアンチじゃないけど、自分の意思を持ってないで、周りに流されてアンチになってる人に告ぐけど、まあ、アンチの人はやっぱ、確固たる理由があって嫌いじゃないですか。でもなんか、ふわふわアンチっていうか、ふわふわアンチがいるじゃないですか、その人たちに言いたいんですけど、理由つけなくていいですよ。無理にひかるさんが嫌いな理由をつけなくてもいいし、で、ファンもそうですよ。 単純になんかいいなって思う,てうだから、そうなんですよ。無理に理由なんかつけなくていいんですよ。ただ嫌いだから嫌いでいいんですよ、それは。うん。だから、アンチの皆さんに言いたいのはね、その、まあ、8分喋ってるけど、ヒカルさんが嫌いな理由を作らなくていいんですよ。理由にならないから。なかこじつけにしかならないし。 で、好きな理由も言おうとするとやっぱこじつけにしかならないしね。だから、ああ、単純に好き。それでいいと思うんですよね。単純に嫌い。それでいいと思うんですよ。だからなんか、そのちょっとね、こうこう、こういう理由で俺はヒカルが嫌いみたいな感じで出しちゃうとなんかちょっとバカらしさが出ちゃうっていうのかね。頭がちょっと悪いよね。それは。うん。と、俺は思うんですけどね。うん。 いや、キリンって調べるわ。あキリンのね、動画であったんですけどね。でも俺はヒカルさんを応援してます。ね。盲目ですからね、信者は。はあ、でも、リンの考察系 YouTuber はやっぱ面白いですけどね。 デトロイトモーターブギーツダーツツカメカーキリンさんのなんかあの でもね、俺はっきりはしてもらうと俺は被害に遭いたくないよね。やっぱり。俺はやっぱクズな人間だから、俺の周りの人に被害が行かなければいいなって思ってる人間なんですよ。うん。すごいクズなんでね。うん。だからといって俺なんかそんななんかヒカルさんをなんか、ね、バ,ババババって、それダメだーみたいなこと言ったって変わんないでしょ。うん。ただうるさい奴だからな。うん。 でなんか、光に病気のこのファンはいない。でも、活動教師はいらんかもね。意味がない。当の本人は、反省しないでバカンスして終わりだし、活動再開すればバカなキッズが再登録、再生回数が急上昇。活動休止商法やな。それより動画アップし続けてファンが離れていった方がいいかもね。動画アップし続けるとファンが離れていくのかな、まあ、マスオ現象ってやつか、それが。マスオ TV のマスオ現象と呼ばれるものはね。 マスオさんっていうのは、やっぱその、結構ね、あのー、炎上の第一人者ってところを今のなお、ね、マスオが悪いみたいな、最近はね、もうネタがなくなってますけど、最近マスオさんの枠なくなったよね。本当にマスオさん忘れられてね、マスオが悪いみたいな、なんか、なくなったじゃん。もう。いややっぱネクステの炎上事件がでかすぎてもう、ね、魚殺しただけだしね。 うん。そこ、殺しただけだけど、今の気まぐれクックやトミックさんたちは平然のように魚殺してるからね。ね、真顔。もう普通に笑顔で魚殺してるから。だからね、あのー、さばき系、魚さばき系 YouTuber イコールマスト TV だから。恐ろしいよね。うん。みんなみんな、さばいていくって言って、カーカカカー,カーていてるからね。うん。食べればよかったのかな金魚。あ、柴田さんもね、魚さばき系 YouTuber のね。ね、魚さばき系 YouTuber ってすごく頭悪くない 雑談になっちゃってますけど、いや本当ね、起きてね、やっと元気が出た。喋りたい欲が出てきましたね。はい。うん、そういうことですからね。うん、魚さばく YouTuber の一番元祖が柴田さんですからね。あれ、チョコレートスモーカーズって、あ、俺動画全然見てないんだ。動画もう投稿してないんだ。 YouTube 界の帝王って人がいるんですよでも光に病気のこのファンはいないのかなうんわかんないけどねいや表面上には出てないけどいるからみたいなことだなのかもしれないけどね でも俺ヒカルさん好きなんだよな。やっぱ。でもね、ヒカルさんの動画が好きってことじゃないんですよ。ヒカルさんの、ね、やっぱね。あの。あばい。急にむ天然ミネラル麦茶が飲みたくなった。<laughs> だから、俺はヒカルさんとかラファエルさん大好きなんですよ。禁断ボーイスあんま好きじゃないんですよ。面白いですけど。 ピンキーさんはほんとね、もう癖と悪が強すぎて最近見てないですけどね、ピンキーさんの動画は。マヨナ中開封はきつい。ファンじゃないから。でも、キャス見に行きますけどね、俺。ファンじゃねえって言うくせにキャスだから俺ネクステ信者なんですよね。あ、でも、禁断ボーイズのキャスとか全然行かないですけどね。いや、だってさ、すぐ終わんだもん。見る気うせるもんだって。だから俺の前の生放送、もうひどいでしょ。2分で終わった。いや、親が来たら嫌だからね。 なんかトントンとか言って、けんなって、だからね。うん。うん。なんかここ肉の目っていうね。肉の目が絵師してます。はい。で、その <coughs>、やっぱそのモーリーさんとか10分で終わるじゃないですか。いや、見たくなくなるよ。寝ながら見たいのに終わるって。だってピンキーさんってめっちゃ、すごい。1時から始めて朝の5時までやってるからね。すごいピンキーさん。 よくそんなキャスできるなぁって思います。俺ね、キャス俺ね、トラウマがあるんですよ。あの、俺キャスほんとね、トラウマがあるっていうのは単純に、その、長いことずーっとなんか、ね、俺デカキンみたいになったんですよ。コメントで、あ、デカキンですかいや、デカキンじゃねえ。なぁって言って。いや、その、そのありきたりなボケもういいみたいな,くくな、こういうくだりを30分間したってトラウマがあるんですけどね。はい。ツイキャスもう嫌です。 うんキャスは嫌いだってことね。まあいいや。その、なんつうの、最近はね。うん。最近はね。な感じだから俺ね、結論として、光るアンチも信者も、理由なく好き、理由なく嫌いで俺いいと思うんですけどね。それだけです。はい。 いやまあね、最近顔が熱いな。冷房つけてないから。いやまあね、そのーアンチに言いたいことは単純にその理由つけなくてよくねって思いました。でも理由なんてみんなないから、嫌いなもんは嫌いだからね。そりゃなんで、ね、もう嫉妬じゃん、ぶっちゃけ。うんだって金持ちで。 で、動画できて、で、崇拝されてて、ってか、俺にないものすべて持ってんじゃん。ヒカルさん。さんでももう俺はね、すべて持ってるからこそ惹かれるんですよ。ということでした。まあ僕はすごいポジティブな人間なんで、まあその支持する側になっちゃうんですよね。うん。ちょっとよくわかんない終わり方ですね。はい。あ、最近全然動画出してないですね。 ね、なんで動画出してないかって、単純になんかね、気持ちが起きない。瀬戸康史現象の瀬戸現象が起きてて、やっぱその僕は、その無理やり動画毎日出したくないですよね。なんかほんと出したい時にポツポツって出していく感じですかね。持ち目が上がらないってわけじゃないですよ、単純に。したい時にやるっていう。ね。だからその、使命感にやられたくないんですよ。 使命感に駆られたくないっていうか、ね。そういうことそういうこと,そういうこと <laughs> デトロイトモーターブギー・キタキュット・キャンメイカー デトロイトモーターブギー,ーツラッツラッツキャンメーカーチュルチュ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 ンチュルチュ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 ということでね久しぶりの雑談でしたまあこれからどんどん投稿頻度落ちていきます